私のところで観測しているのは宇宙の中にある塵と呼ばれる、固体の微粒子です。多くの人がイメージする宇宙というのは多分星がいっぱいある、星空みたいなものをイメージされると思うんですが、その星々の間にですね、実はたくさんのガス、あと固体の粒、砂粒とかススみたいなものですね、そういうものが、たくさんあると考えられています。天の川みたいなものを見ていただくと、その星がたくさんこう並んでいるんですが、真ん中のあたりに黒い筋が見えると思います。ああいうものは塵みたいなものがですね、光を吸収しているところです。なので我々が住んでいる天の川銀河みたいなところにもたくさんありますし、そういうものは他の銀河を含めて宇宙全般に広く分布していると。宇宙の塵といいまして、その物質がどこから来たかというと、星が、暗黒星雲とかいろんな雲の中で生まれて、太陽みたいな星が輝き、そして星が死んでいく。死んでいった星はじゃあそれで終わりかというとそうではなくて、その死んでいった星々からまた今度、次の世代の星を生むための、材料が供給されている。星が死ぬ時に 一度その星になった集められた物質というのが、また宇宙空間に戻される。塵というのは星が死ぬ時に出されたものである。なので、塵を研究しないと、宇宙のそういう物質がどう流れ、どういうふうに変わっていくかということを知ることはできないと考えられています。我々が観測をしようとしている中間赤外線というのはですね、波長でいうと、大体30ミクロンぐらいの、波長の光になります。中間赤外線を使うことでですね、一つはその星の周りでできている、そういう塵がですね、全体としてどれぐらい量があるかっていうのが、今までよりもよくわかるのではないかと思っています。我々が作った MAX38 というカメラは、東京大学の1メートル望遠鏡に搭載する30ミクロンという光ですね、地上から捉えられる唯一のカメラになっています。望遠鏡を設置しているアタカマというのはですね、日本からいうとちょうど地球の反対側に当たっています。標高が5640メートルで、観測地点はとしては世界最高、一番高い望遠鏡ということになっています。5640メートルの地点に望遠鏡を作るというのは非常にチャレンジングな、挑戦的なことでですね、最初に計画がスタートした段階では獣道もないような状況だったんですが、そこに東京大学が道をつけて車でアクセスできるようにして、さらにそれを望遠鏡の機材も全部運んで、作ったと、東京大学が、自力で作った観測地点だと思っています。我々が捉えた天体の一つにですね、NGC6302 と呼ばれる天体があります。通称バタフライ星雲と呼ばれる、星雲でですね、賢いの写真で見ると両側にちょうど蝶々が羽を広げたような、美しい形をした星雲です。重要なのはその蝶々の羽ではなくて体の方、中心部分の方でして、真ん中に、黒い筋みたいなものがあってですね、塵が光を遮っているので黒く見えているんだろうと。そこに、その星が死ぬ時に吹き出した塵というのが、あるんだろうというふうには考えられていたんですが、実際じゃあどれぐらいの量があるのか、あるいは、その中心部分とあと羽の部分にですね、どれぐらいの、塵がどれぐらいの割合で存在するのかとかいうことはあまり分かっていませんでした。で、我々が、30ミクロンで、観測することによって、中心部分に非常に明瞭に塵からの光を捉えることができたと。これだけ明瞭にこれぐらいの量があるというのが分かったのは初めてのことです。 MAX38 は初めて地上からその30ミクロンという光で天文学ができるというのを示したという意味で非常に大きな成果を上げたと思っていますが、それをさらに発展させる装置を今開発しています。それは、ミミズクという名前をつけている装置なんですが、それは、アタカマに今1メートルの望遠鏡があるところに 6.5 メートルの望遠鏡を作る計画を持っていまして、そこに取り付ける装置です。で、その 6.5 メートルを用いるとですね、1メートルに比べて30倍以上光を集めることができますし、解像度も6倍ぐらいの解像度が達成できるというので、もう間違いなく世界で他では絶対できないようなサイエンスができる装置になると思っています。我々の
の、グループの特徴としてはですね、自分たちで観測するためのですね、道具を全部揃えて、まあ、観測まで全部やるというのが大きな特徴だと思っています。特にそういう赤外線、中間赤外線とかいうような波長はですね、必ずしも市販のものでいいものがあるわけではないので、まあ、自分たちでカメラも作るので、誰も、まあ、撮ったことがないデータ、誰も見たことがない姿っていうのを、まあ、見られると、そういうデータが出てきた時というのは非常に興奮しますし、それがまあ原動力といいますか、面白みになっていると